重宝小吉は沖縄県中上郡中臼村出身で道の区部屋に所属した元大相撲力士。本名は浦崎圭介。現役時代の体格は身長 183cm、体重 150kg、血液型は大型。特異種は左四つより、最高位は東前頭16枚目。大相撲引退後の2012年に出家し、 現在は僧侶、聡明道果て。保育園時代から腹が減ったら自分で米を研いで食べており、これが力士としての素養を磨いた。中学卒業と同時に立田川部屋に入門し、1993年3月場所に初土俵を踏んだ。1998年7月場所に幕下に昇進する。2000年9月場所後に師匠、 達田川親方が定年を迎えて部屋を閉鎖することとなり、四季島、十文字など他の達田川部屋の所属力士らと共に道の区部屋へ移籍した。2002年11月場所に新十両へ昇進したものの、その11月場所では5勝10敗と大きく負け越して、翌2003年1月場所では幕下へ陥落した。その後ばっか注意に低迷した時期もあったが、2005年、 9月場所に16場所ぶりに十両へ昇進した。同年、11月場所には十両通算3場所目にして、初の勝ち越しを決め、翌2006年1月場所では、序盤から好調で11勝4敗という好成績を収めた。東十両筆頭へと大きく番付を上げた翌、3月場所では5勝10敗と大きく負け越したものの、翌、5月場所では9勝6敗と勝ち越し、 東重量ヒットへ、再び番付を戻した翌、7月場所でも8勝7敗と勝ち越しを決め、翌、9月場所において、新入幕を果たした。初土俵からの所要81場所での新入幕は、史上級位体のスロー記録となった。新入幕となった2006年9月場所では4勝11敗と、大敗し、結果的に、この場所が、唯一の幕内在位場所となった。 翌、11月場所において重量へ陥落した後、2007年、5月場所では4勝11敗と大敗し、西重量11枚目の位置で迎えた翌、7月場所でも6勝9敗と負け越し、西重量14枚目の位置まで下がった翌、9月場所でも場所前に手術した両膝の影響から、調子が上がらずに5勝10敗と大きく負け越し、翌、11月場所には幕下へと陥落した。 2008年4月からは、相撲教習所の指導員を務めた。2010年7月場所に、西幕下11枚目の位置で6勝1敗と、勝ち越しを果たす。通常では重量へは、上がれない位置と成績であったが、大相撲野球賭博問題の影響などで、大勢の幕下への降格者が出ることにより、翌、9月場所における、最重量が決定した。 自身にとって3年ぶりの重量復帰となったが、これは1960年7月場所からの幕下7番制、導入以降で最も回の番付から全勝せずに重量入りを果たした例となった。師匠の9代道の区から昇進を知らされた本人は、11枚目の6番で上がるなんてありえない。実力じゃない。近親救助して落ちた人がいる。そのおかげで上がれたと。 最重量決定の際のインタビューで語った。その9月場所では東重量14枚目の位置で7勝8敗と、負け越し、翌、11月場所では西重量14枚目に止まった、ものの4勝11敗と大敗して、翌2011年1月場所では幕下へ陥落した。幕下に在位していた2011年5月、起業審査場所の5番相撲で膝を痛めて、途中休場し、 その後長期休場をして痛めた膝や、以前から悪かった腰の治療と、リハビリに専念していた。この長期休場により同年、9月場所では3段目へ、2012年1月場所では、序二段へ陥落し、翌、3月場所では、幕内経験者としての最低番付を更新する、西序二段98枚目まで陥落した。翌、5月場所ではついに序の口にまで陥落した。 幕内経験者の序の口観楽は昭和以降では初めてとなった。その後、その5月場所限りでの引退を決断したことが、道の区部屋の部屋付き親方である6代、味川のツイッターで公表され、同年6月12日に日本相撲協会から正式に本人の引退が発表された。断髪式は、同年9月30日に東京都内のホテルにて、 自身の結婚披露宴を兼ねる形で行われた。引退後については、当初は自身の故郷である沖縄でスポーツ関連の職に就くと語っていたが、引退から約4年後の2016年の報道で僧侶となっていることが分かった。小学生の頃に、信心深い母親のために仏像を彫ったことがあり、それを拝む姿を見て、人間には頼るものが必要なんだと思い、 仏教に興味を持っていいたという。仏門に入る縁は現役時代の北桜との対戦で負けた自分に北桜が土俵の上から手を差し伸べ「ありがとう」と叫んだことであるという感謝する人は強いことを学び生かされていることに感謝する道として2012年に親戚の住職がいる。 沖縄県与那原町の寺で出家して僧侶となった。宮城県内の寺で約1年修行の後、2015年より沖縄県家村の小田寺で副住職を務める傍ら家村内の家に相撲クラブで小学生に相撲を教えている。家村内には高校がなく中学卒業とともに子供たちは本土や本島に出ていくため、 相撲を通じ社会人としての礼儀と思いやりを教えている。なお、現役中に痛めた左膝はいまだに曲がらない状態であるという。相撲2012年8月号103ページ、元幕内流法思い出のアルバムハット、シーキッシュマックスの該当ツイート、元幕内流法。 断発式披露宴に200人 n i k k a n s p o r t s c o m 2 0 1 2年10月1日閲覧。報道制作局、琉球朝日放送。元県出身力士流放さん今は、株ニュースヘッドライン。2021年3月4日、閲覧。柏の町で、元力士と会食。精神科医の霊能者のお祓いと条例、除霊、心霊治療は、 千葉県の精神数警戒。2021年3月4日閲覧。家島翔太寺権限堂。www.okinawainfo.net、ok。沖縄情報今。2021年3月4日、閲覧。元お相撲さんが、お坊さんに、沖縄出身の留保、児童指導も。沖縄タイムス http://www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp:/article.php <ッ>、ok、id イコール1559922016年3月2日閲覧元力士の副住職をリサーチせよ沖縄県リポーツホンダスマイルミッションホンダスマイルミッション東京 FM JFN www.tfm.co.jp2019 年6月6日閲覧ありがとうございます。